주세요. 叩いた方がいいですか。まだ大丈夫です。はい、まあ、無理。でもリットかけるから顔見合わせてないから、そうですね、うん、ちょっと無理かな。まあやってみたい。マリークルって。なってちょっと最後リットかけてドローンって終わってみようか。わかりました。この辺4小節で解決する。まあ4でも5でもいいな。シンゴの首で曲を書き心の深くをさらけ出し言葉を吐く。そうだよな。まあそうですね。普通に一歩で成り立つぐらいは。そりゃそうだよね。そりゃそうなんだよね。ちょっとじゃあ一回つるっとちょっと聞かせて。はい、うん、ありがとうございます。なんとなく俺もそんな気がする。だってこれもう可能なね、的なアプローチだもんね。そのドラムをやってる感じだよな。ジャメだとどういうの作ってるのか、そんなもっと。はいはい、はい、止めてください。はい、で、ちょっと前半のアコギと歌だけのところをちょっと、そこはだからやっぱ達之助の判断だな。そうなんだよ。アコースティックっぽさは確かにちょっと、マスコさん、はい、そうですね、みんなでみんなでワイナってやってる感じでちょっとちょっと失われてました。ちょっとバンドっぽい。小説前の G の。ちょっと別の。今日のいらないって言われた。急にアップに。アップはきつい。アップはちょっときついですね。やめろ。性の寝不足を考えると。写真撮るんじゃないですか。はい。ないの。
ちゃかっこいいです。楽しみですね。これは楽しみですね。どんな感じになっていくのか。楽しみです。ということで最後に一言。お疲れ様でした。そうなりますよね。こちらは長谷川さんブースでございました。あ、すいません。はい。じゅんだだ。はい。はい。じゃーんのあと1小節ですか ?2 小節ですか。わかんなくなったじゃん。
la 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 そよ風に乗って新緑の葉を揺らす。はい、OK です。そちらで伺って聞いてみたいです。聞かせてもらっていいですかね。子供にあなたは何を残すことができるんだろう。あなた、ちくしょう。
ちゃくれないのに、いつも世の中のせいにして、なるほど。
聞いていくのと逆方向で入れ替わっていく感じ。あ、歌はだんだんと入れ替わりにだんだんって同じような感じでクロスしていくと、はい、